こんばんは。すごい。終わ見てました。見てて終わったらつけようと思って。こんばんは。ココミンのショールームと二窓してました。こんばんは。一緒だね。一緒に見てた。こんばんは。今日はもう踊らないって決めてたんだけど、ちょっと一曲だけ踊っちゃいました。でも休めたね。昨日は忙しい一日だったから。本当に忙しい一日だったから、なんかね、ゆっくりゆっくりって感じ。今日ゆっくりですって感じですね。こんばんはね。ゆっくりゆっくりだね。なんか時がゆっくりだねって。おじゃ、ありがとう。あた、ありがとう。一切外に出てない。もうなんかほぼ布団の中で過ごしてましたね、今日は。こんばんは。こんばんは。あと、ありがとう。なんか言おうと思ってたんだけど忘れちゃったな。うん、ドラマ見れた。まあ1話ぐらいしか見ない。なんか今日はちょっと DMM をめっちゃ見てて、でもちょっと相談なんですけど、 DMM、 なんか私の DMM たまになんか変になるんですよね。たまに音量がめっちゃ小さくなって、誰かいますか？なんかめっちゃ音量小さくなって、最大にしてもあんま聞こえない時ある人いませんか？私なんかお昼まではちゃんと聞こえてたんだけど、さっきの S 公演がなんか音量が一番最大にしても全然聞こえないんですよね。スマホで見てる、なんか音量が小さいの。こんばんは。手紙ありがとう。ありがとう。ない？スマホで、スマホ。なんだろう。リアルタイムだと時々ある。あ、本当？本当？サータン公演踊れるのに控えめなのが気になる。何が控えめですか？踊りが？踊り控えめ？わし？わし？わしですか？踊り控えめですか？そういう踊り方なのかもしれない。すいません、すいません。まあ人それぞれ踊り方あるってことでお願いします。こんばんは。そんな機種古くないんだけど。誰かが音量何々に来てる。何に来てる？それ、イヤホン挿すとたまになります。イヤホン挿してないんだよね。なんでだろう。パソコンだけどたまに音小さいって。一緒じゃん。そうなんだ。そういうことだね。そういう人もいるんだ。サタン声大きいからスタッフさんにマイク小さくされるんじゃない？アバター変わってますね。
ほらありがとう。集合写真とかいつも後ろとか、あ、そういうこと、そういう控えめ集合写真はなんかいつも私後ろ行っちゃうんですよ。なんでだろうね、なんでだろう、それは性格じゃないですか。いや、わかんないけど、それはね、小学校ぐらいの時からもう一番後ろに行きます、私は。集合写真の時そういう癖かな、控えめってよりそういうそういう癖かなそういう癖だ。で、投票よろしくお願いします。あ、本当に心配すぎて今日もあのね、今日もさ、うん、そうだから今日もそうだからお願いします。こんばんは。集合写真自由だよ。もうこうパパパーって集まって、こう一番前はやっぱりなんかこう譲り合いみたいな感じなんですけど、もう私はもう完全にもう後ろからスッて入っていく感じです。はい、確かに3列目率異様に高いなと。え、じゃあ3列目いっちゃうんだよねで、小学校の、小学校中学校って集合写真の時になんか一番後ろが人気だったんですよ。で、友達とかともう一番後ろに行こうって感じだったので、その癖で今も一番後ろに行っちゃいますね。よく人気だったんですよ、一番後ろが。なんでだろうね、なんでだっけ、一番後ろなんで人気だったんだろう。なるみちゃん適当ですよ、スタッフさんに言われたあの位置なのかと思った。違います、全然普通に誰でもいい予感です。はい、多分バランスで2列目に行ってって言われる子もいるけど、全然関係ないですね。これありがとう。控えめなサータン好きです、だって。イエーイイエーイ。え、すいません、なんかね、すいません、癖すいません。はい、うんうんうんなんかなんでだろう。でも集合写真の時は一番後ろが一番人気だった名残がある、あるかもしれない。そうだね、前はそう、主役の子とかがこうね、前行ったりするけど、それ以外は全然関係ない。でもあの膝が最近一時期痛かったので、それで2列目避けてたのもあります。なんか2列目行っていいよみたいな感じで先輩言ってくださるんですけど、それで膝が痛くてすいません、ちょっと膝立ちできないのでって言って3列目に入ったのもあるだね。そうだ、その膝痛くて3列目に行き出してから、もうなんか3列目ラブになっちゃった、なっちゃったねなっちゃったねってね。あ、ほんと？左に？でも S 公園の集合写真はだいたいみくるさんの隣に最近入ります。こんばんは。あ、初日は決まってたかもしれない、ちょっと決まってたかも。大体一番最初の詩人の出てくる位置をちょっと崩してみたいな感じだった。初日は決まってました。それらは決まってないですね。え、そうそう、膝ぶつけちゃってセリにぶつけちゃってですね、はい、ぶつけてしまいましたはい、それだけです。あざみたいな、だからそんな痛めたわけではなく、あざですね。みくるん言っていいですか、
みくるさん、この間の S で11日のだから要は昨日ですね、制服止め公演見に行こっからって言ってくださったんですよ。だから来てくれると思ったら来てくれなくてあのココアちゃんとあれ来ないなって言って、あの連絡したら面白かったっていう話ですね。こんばんは。お見送りの順番は決まってるの？制服の目はあの一番最後の一列のままですね。こんばんは。挨拶するとき、ミカルがもめされてるの、ジュアさん、そうだな。今なんか気づいたらなってました。セリに膝蹴りしちゃ、違くてそんなことはしてないですよ。こう楽園で膝つくしゃがみしたらちょうどセリの角っちょにゴーンってなっちゃったっていうだけですね。はい、まあみぐるさんはそんなところも可愛いです。はい、写真を見返したら最高列、左から2番目列。あー行きがち行きがちです。いやちょっとね、そのうちね、そのいろんなとこ制覇しようか。じゃあいろんなところ制覇して、もう最終的にはまあサータン集合写真作れちゃうよぐらいを狙っていきたいと思います。楽園のところでひどいってなりました。はい、まあ自分のせいですね。あと皆さんにお知らせなんですけれども、17日秘密みたいなの書いてたんですけど、ちょっと変えてすいません、変えますすいません、変えてモモンガにしようと思います。モモンガチャンネルにさあとなっちゃいたいと思います。なっちゃいたいと思います。こんばんは。本当だ先生、いや本当に本当にごめんなさい。でもモモンガにしていいですか？モモンガ変で、なんかモモンガと一緒にモモンガと一緒に映るとなんかちょっと可愛く見えるかも。モモンガになろうと思います。17日だから皆さんもぜひモモンガ連れてきてもらえたら嬉しいです。モモンガチャンネルになりたいと思います。はい、モモンガチャンネル、モモンガチャンネルになります。多分このね、モモンガチャンネルになること、この配信来てない方はちょっと分かんないと思うので、ぜひ皆さんの中で共有しといてもらえると嬉しいです。モモンガになろうと思います。こんばんは。モモンガになります。はい、そうモモンガ持ってないじゃん。紙とかにモモンガ書いてきて、なんかね書いてきていいよ。そのモモンガ、モモンガ止められるとかあるの？モモンガ持ってっちゃダメとかあるんですか？そうなの？モモンガダメなのかな。
演者はアザラシですアザラシの記憶あり感じですね。ね、完売のお祝いモモンガ握手会ということで。え、そうなの、モモンガ連れてきちゃダメなの。どうしようねどうしようね。それはなんかストラップつけるとかもダメなの。ダメなのかな。こんばんは。最近私お昼ご飯によくうどんを食べるんですけど、うどんを食べるって多分あの高畑さんの推し活なので、お昼毎日私最近推し活してます。うどんよく食べます。簡単なんですよね、うどん。あー、そうなの。でもストラップダメなのかな。ストラップダメなのかな。あ、そして昨日あんま話せなかったんですけど、しれっと時間がない公演デビュー決定ということでありがとうございます。本当にしれっとしれっとね。そう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 。ダブルチーズバーガー食べたのもいいね。待ってねえ、同じ食べ方してるよミラボールありがとう。ねえ、その生卵とさ、ねえ、わかるよ、同じ食べ方してるよ美味しいよね私はそこにわかめと揚げ玉入れてます。そうすると美味しい。もっと、こんばんは。そうなんですよ。しかもみおさんの生誕祭ということで、なんかこう私はなんか生誕祭に結構ご縁がありますね生誕祭にご縁がありまして、デビューも生誕祭なんですけど、おめでとう、お祝いになんか送って、お手紙かな、もしや。楽しみですね。ありがとう。いや、そうなんですよ。うん、でも結構チャンスかなとも思います。ティーズユニット投票期間にこうやってね、新しくさ、多分S 公演を見に来てくださってる方は結構こう私のことを徐々に覚えていってもらえてると思うんですけど、 K2 公演はまた別のね、ファンの方がたくさんいると思うので、この機会に知ってもらえたらいいなと思います。時間がないの、テストはいつかと。2月中旬くらいかな めっちゃ同じ生活してる。意外一緒かもしれない。こんばんは。そうなんですよね、生誕祭以外のアンダー、一番最初の出ることになったけど出なかった日は生誕祭じゃないし、ちゃんとデビューしたのは生誕祭じゃなくてクリスマスイブ公演ですね。だからまあ1、2回あるかな、1回ぐらいなのかな、かもしれない。でもどちらにせよその最初はスクランブルだったので、
こう私のファンの方が応募できる普通公演ではなかったですね。で今回もまあ生誕祭なので多分私のねこうことを応援してくださってる方はもしかしたらまあいないかもしれないんですけど、まあ仕方ないことなのでやることは一緒なので頑張ります、頑張ります。こんばんは。そう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 、こんばんは。確かに鼻でしょ、でかいね結構。確かに鼻、モンガの鼻って結構でかいんだ。本当だ、本当だね、かわいい。なんかボタンみたい。こんばんは。自分の外見についてどう思う？あんま好きじゃないです全然好きじゃないです。可愛いとも思ったことないです。こんばんは。あのそんなことないよとかそういうことではなく本当に自分の外見をあのいいと思ったことは一度もありませんね。メール来て気づきました。みかんの見方、中日ホール4月7日のチケット予約がもうすぐ締め切りだそうです。私もね出演させていただくのでぜひ皆さん応募待ってます。ねねえ、そうね。うわ、マシュマロありがとうございます。あ、そう、本当ですか？マルガルダですか？私ですか？ありがとうございます。ありがとうございます。一目惚れした。表情返してほしい。まあまあね、まあでもその、な、何人も一目惚れしてたら意味ないですよね皆さん。私だけにさ一目惚れしてたらまあいいですよ。返します、返します、その気持ちを。返しちゃダメなのか、もらいます、もらっちゃダメ。はい、はい、どちら、明日まで、はいありがとう。こんばんは。明日までだそうです。ありがとう、ありがとう。ねえ、いいな、チーカーランド行ってたの。いいなぁ、いいなぁ。ありがとう、同じ人間なのね、ありがとうありがとう。でも別のグループだと思いません？ MC 思いませんか？だと思わない、分かんないけど。一目惚れがたくさんでもいいですか？ダメだと思います。喧嘩戦をしたいと思ったらリアルに5年ぶり。 OKOK、 それなら OK だ。5年ぶりの恋ってことですね。それもう5年経ったらもう初恋です、それは。ありがとうございます。ねえ、サータ頭いいって言ってたね。よくわかってる、ココミ、ココミよくわかってるわ。こう年上のおだて方をわかってる、あの子は。わかってます。そうだね、グッズ
フリマだね。そうだね。え、わかる。チーカーランドわかるよ。何も買わないのに行っちゃうんだよね。ほら、ありがとう。ただだけで嘘はよしてください。どうもありがとうございます。結婚してやだ。サタンのご切り替えがね、サタンが最後の恋だと思ってます。だといいですよ。もともとそうやって思ってたんでしょうに。そうやって思ってたけど、サタンが増えたんだろうから。何が起こるかわからないですよね。ありがとう、追加ありがとう。時間がない公演初めて押し込んだ。へ、なんか私思ったんですけど、初めてだと当たりやすいとかってあるんですかね。わかんないんですけども、こんばんは。わかる。なんか美味しそうだよね。めっちゃ美味しそうだよね、モンガの耳って。あれみたい。ハリーポッターに出てくる耳がこういうやつなんだっけな。こんばんは。こんばんは。ね、楽しみます。だから今から楽しみ。見学行きたい。え、そうなの。あ、そうなんだ。そうそう、ドビー。ドビーです。ドビーみたいだなってよく思いますね。ドビー感があります。ドビー、ドビーってさ、こういう感じじゃない。これのもうちょっと長いバージョンだよね。すっきりした。昨日もサータンコール大きくありがとうございますね。本当にちゃんと見つけてます。全員ピーンって見つけます。モンガって水色だ、水色だから気になったっていうのもあるの。どっちだろう、水色とモンガ。どっちだろう、先に好きになったのは。同じ時期かな。モモガが先かもしれない。モモガが好きになって水色好きになったのかな。聞かれてるのにさ。制服の目に入ったサータのパフォーマンスが魅力的で覚えました。ありがとう、覚えてくださってありがとうございます。好きになっちゃってください。ハリーポッター見てたよ。やばい、ドビー目。ドビー目。サタの顔の白さとモンガの水色と白がめちゃくちゃ合ってる。本当？似てる？こんばんは。水色好きになったのは高2になりたてぐらいかな。だから高1の頃はまだあのスクバについてるキーホルダーとか全部ピンクだった。ピンクでした。高2になってから水色を好きになった。ないですね。わかる。ウサギの性格もいいよね。やはー、アメありがとう。こんばんは。似てる？似てる？似てた？似
ユダユダかなあ。歴は短いですね。はい、短いですけど、やっぱ歴って関係ないですよね、思います。私すごく今いいこと言ったし、歴は関係ありません。はい、いいこと言った。え、これが尻尾なの？尻尾に入ってるんだ。ここがここらしいです。はいはいはい、そうだって、そういうことか、かわいい。え、今月末で半年？やば。時の流れ感じますね。すごいな。でもなんかその初期の頃はなんかやっぱりなんていうの、決まった方がこうね見に来てくれて、配信もコメントしてくれてみたいな感じだったけど、最近さ、こう制服の目が始まって以降かな、なんか本当にいろんな方がなんかね来てくださったりね、本当に嬉しいですね。やっぱ公園で見てくださってね、嬉しいですね。もうなんかこう新しく友達ができるみたいな感覚です、私的には。こうなんかこの間の公演から好きになりましたみたいな感じで言ってくださると、なんか本当にお友達ができた気分になるので嬉しいです。こんばんは、こんばんは。お披露目サータン初めて見た時はこんなに好きになると思ってそれはプラス？あ、違う、プラスじゃない、いいことか悪いことか、どっちだ。ね、1年前なんてね、普通にだってね、今頃ね普通に勉強して普通に部活やってと思ってたんですけど、こんなまさかねなんかね、こんなところにいるとは思わなかったねびっくりしたね。はい、でもなんかこうあれですね、女の子の水色をやったのは、やらせていただいたのは本当に大きかったなと思います。うん、多分別のユニットとかで別のポジションやってたら多分そんなにこんなにねこうなってなかったと思いますね。ありがたいよね、あのポジションを任せていただけたのが。お友達いないから友達になりたい。もうお友達だよ、お友達だよ。僕は親友ができたと思う。うん、そうそう、なんかね幼馴染みたいなね幼馴染みたいな。そうなんですよ、私オーディション配信してなかったんですよ。だから急になんか急に出てきた人なんですよなんかこうそのお熱で IC 審査参加できなくて、で絶対やった方がいいじゃないですか配信審査って。いや、わかんないんですけど
真相は分からないんですけど、私には絶対やった方が受かりやすいってその時は思ってたからね。なんかよかった、熱出たのはよくないけど、まあこう熱出たのはなんかある意味運命だったのかなと思います。もうすぐサタン好きになって半年になるんだね。早っってか、あんなにさ、そんなね可愛くもなかったね私をね、このね気になってくださってね、本当に皆さんありがとうございます。飛行してやばいやなんかね、そう水色めっちゃしっくりくるんですよね。私昨日写真撮ってて思って、なんか漏れるなぁと水色漏れるなぁって思ってました。昨日ブログをこう公演のリハが終わった後に書こうと思ってたら、結構お手紙書くのにも時間かかっちゃってブログ書けなくて、マネージャーさんにちょっと公演終わった後でもいいですかって言って、公演終わった後にもう10時までに送らないとやばいからめっちゃ急いで書いちゃって、本当に納得いってないんですよ今回のブログなんかブログに納得いってないとかちょっと変なんですけど、納得いってないので、まあ来週はちゃんとないな。でも来週ちょっとめっちゃ書くことあるかもしれない。どうしよう。写真どうしよう。どうしようかな。サタンお見送りとかお渡し会でしっかり相手の目を見てるからこっちは印象に残る。本当？なんかさ、お見送りはさ、私さ個人的にさ話す人がさ少なくて、なんか基本的にパッて気づけないんですよ。なんか前も言ったんですけど、ここで目あってありがとうございますって言うとここら辺にいるんですね、もうその方が。でここありがとうございます、ありがとうございますのここであってなってもう行っちゃうから、私ちょっと本当に反射神経を鍛えたいですね。反射神経を鍛えますって前も言ってたんですけども、本当にだから私と話したい方はぜひトーク会にトーク会に来ていただけると嬉しいです。お見送りちょっとねまだ慣れないですね。ね、出会えたね。ね。わあ。そういうこと？ああ、そういうことかな。ブラボー、ありがとう。ブラボー、2回。あ、そうなの？え、だよね。だからお披露目の時とか初ショールームの時とかもさ、なんか絶対皆さん私のこと知らないのにさ、わざわざ見に来てくださるから嬉しかったです。ね、ほんとだよね。今こんなに配信してるのに。鬼のように鬼のように言うてますけど、そうだよ、やってなかったんですよ。ざわざわしちゃってましたか。駆け足感感じたの。え、ブログやめてくださいよ。写真がさ、こう開けられる枚数決まってて、まあ、メールにあげればいいんですけど、でも最近私メールめっちゃ写真つけません？偉いでしょう。
偉いですよ。メール取ってない方はぜひぜひ、はい、ね、わかる。なんか触れ合うのが初めてなのでなんか言い方が良くないんですけど、動物園みたいになっちゃったんですけど、違くて、なんかこう私触れ合うのがなんか違うんだけど、初めてだからさ、ブログ途中書きみたいなのやるの本当にごめんなさいね。いつもこう前日に書いておくんですけど書いてなくて、いや本当に本当にね、忙しかったので仕方ないけど次は熱々のブログを期待して、ごめんなさいごめんなさい、怒ってる、ごめんなさいごめんなさい。初めはきつい性格だと思った。でもまあそうかもしれないね、そう思われることもあるかもしれない。知力めちゃくちゃいいですうん、アンダー出演の時はお見送りを遠慮して、遠慮わかんないうわ、めっちゃいいことを書いてくれました。一人一人を大切にしようとしてるからこそ間に合わないんです。はあ、ありがとう。それが言いたかった本当にでもそれが言いたくて、なんか一人残らずありがとうございますは絶対言いたいのでってなると難しいんですよね。はい、本当にプロありがとう。ね、もらったの、うんが、懐かしい、ビスイベント懐かしいな、懐かしいな、また会ったらもう一回やりたいな、ビスイベント。またあるかな。こんばんは。そうなのよそうなの、メールに写真を、はい、えらこちゃんでしょ。うん、今日のメールの謎理論は謎理論結構理にかなってると思うんですけどね。写真ありますよ、これありがとう何なんだよこんばんは。やばい、絶対コメント読むの遅い、これちょっと待ってね、速読していきます。マシュマロありがとう、アメありがとう、マシュマロありがとう。うわ、そうだね、メッセージカードね。でも私あの周年の来てくれてありがとうメッセージカードみたいな5枚あるはずなんですけど、まだ2名しかもらった方知らなくて、あと3名誰に渡ったんだろうって感じなんですけど、誰かいらっしゃいますかね。ほらありがとう。ありがとう。え、なんだっけ。こんばんは。追いついた追いついた追いついた。マシュマロありがとう。マシュマロありがとう。いやー本当に。なんか時の流れ感じますねー。てか私もあれ見たいです、 SKE モバイルのドキュメンタリー見たいんですけど誰か見せてください見たいですあれ、
見れないんですけど、見たいです。え、そうなの？友達がもらって、え、そうなの？え、じゃあこれで3人分かったんだけど、2人は分かんないんだよね。見た？いいな、100回目ありがとう。ね、ちょっと会員じゃないんですよ、私。会員じゃなくて、見れなくて、だからじゃんけんも見れてないんですよ。気になる。はい、すいません、課金しますね、じゃあ。こんばんは。いつもうどん10杯分ぐらい。え、やだ。やだ。やじゃないよ。10杯分なんてね、大丈夫だよね。制作の前のドキュメンタリーより髪伸びた。だから見れてないから、わかんない。予告映像しか見れてなくて。ないんですよ。本当？本当？え、そう、じゃんけん大会の時に初めてさやさんとお写真を撮れたんです。お金困ってる、お金困ってるのって秘密。僕がマジで似合った。本当？イエーイイエーイ。でもさ、本当になんかボブでよかったなって思うことが最近多いですね。やっぱり覚えてもらえる。え、そうなの？こんばんは。あ、え、本当？ねえ。似合ってますか？ありがとう。ありがとう。え、かわいい。ほんにこれかわいい。自分の健康的なムードが翔太の子好きなんだ。初恋なんだって。初恋なんだって、それは。それを初恋と言います。初めてに恋と書いて、初恋と読みます。はい。1秒につき1万円欲しいだって。なんて幸せな。ね。手羽先美味しいよね。ちょっと時止まったけど、手羽先美味しいよね。お手紙送りましたか？楽しみです。お手紙。街中でボブの後ろ姿を見つけるとサッタンと思っちゃう人間になりました。それ思うんですけど、いや、そうなんですよ。分かりやすいんですよね。まだ私そういうなんていうんですか、誰かに遭遇とか全くしたことないんですよ。はい、全くしたことないんですけど、ボブだからバレやすいっちゃバレやすいなって思ってますね。はい、まあ誰にも会ったことありません。まあ私はね、サランドに住んでるから。サランド、サラランドの妖精だから。妖精だから、まあね、そんなね、出会えないです。すいませんね。やっぱサラランドの
住人なのでごめんなさいね。モンガのプレゼント電化製品でダメだった、めっちゃいいの見つけた。さっき1日は何秒だろうと考えてよく、え、違う違う違う、なんかの歌詞を思い出そうと思ったんだよ。なんだっけね。こんばんは。ダブルチーズバーガーってさ、チーズバーガー2個買った方が安いよね。なんでだろう。しかもさ、多めにパンついてくるからさ、どちらかというとお得だよね、めちゃくちゃ。サラランド、そうそうそう、もう全くね、うわ知ってる、オーガルームライト、めっちゃ知ってる、もう知ってる。もう知ってる、電化製品なんだ。じゃああれかな、あれにしよう。電化製品じゃなくしたらいいんだよ。だから電化製品の電化の部分なくして、なくせば OK なんだよ。電化じゃなくしちゃえばいいんだよ。こんばんは。ねえ、ねえ、鍵って言われた。3回も買った、それもうトリプルやん、トリプル。え、そうなんですよ、ありがとうございます。チーズバーガー2つ買ってダブチーにしたけど味が違う。そうなんだ、なんか、そうなんだ、味違うんだ。やっぱ計算されてるんだ、計算した料金なのかな。あれなんですよ、確かダブルチーズバーガー430円、420円、ないくらだっけ、430円、チーズバーガーは200円なんですよ。でその30円分は多分あれなんだね、研究代なんだよね、多分美味しく研究代ってことなんだね。うん、ただのかもですけど、え、本当ですか。ねえ、そうなんだ、一番おいしいからなんだ。研究台なんだね。まあ確かに、なんか倍のチーズバーガー買ったんですけど、この間倍のチーズバーガーは300円なんですよ。なんかもうさ、店員さんレベルでさ、なんか詳しくなっちゃってるんだけど、マックにチーズバーガーは200円、夜マックの倍チーズバーガーは300円、ダブルチーズバーガーは430円なんですよ。でこの間ダブルチーズバーガー食べたかったんだけど、夜でなんかね、130円もチーズ1枚なのに130円も違うのってなんか嫌だなと思って、倍のチーズバーガーにしたんですよ。でもやっぱりなんかちょっと違うなと思った。そういうことなのかな、やっぱ研究代金が入ってるのかな。そしたら仕方ないよね。
スマイルくださいって言ったことないですね。言ったことないです。え、そう、バイマック、マック好き。サタンの顔マジ好きに対してはうぃー、あ、そうなの。ウェンディーズ食べたことないな。こんばんは。え、でもでもでも、高校の向こうにいた時の高校の一番仲いい子がこうマックで働い、今も働いてるのかな、バイトしてるんですけど、いやもう本当にその時は気づかなかった、マックがそんな美味しいなんて。でよく行ってたんですよ、その子のあのバイト先に一緒に行ったりしてたんですけど、え、そんな時そんな美味しいと思ってなかった。いや美味しいとは思ってたけど、こんなに美味しいと思ってなかったっていうか、そのなんかこうやってさ、すぐさ、なんかね、なんちゃらかんちゃらで、え、でもなんちゃらかんちゃらかなみたいな、なんか早送りみたいな喋り方しちゃうんですよね。でも最近一番美味しかったのはあれですね、ゴジラのなんかポテトのなんちゃらみたいなやつですね。東海でサザエスマイルくださいね。多分ね、え、そうなんだよね。すごい大食いだ。ほら、ありがとう。こんな言ってるけど、マックとモスバーガーあったらモスバーガー行っちゃうかもしれない。ピクルス食べますね。マックで一緒に働こうとは思わなかった。え、だってあれですよ、私部活やってたから全然ね、そんなね、そんなね、働く時間なかったですね。ほどほどに。え、でも結構ほどほどだよ。週に1回、違う、2週間に1回食べるくらいだよ。この間ココアちゃんとチーズバ、チーズチーズダブルバーガー食べて以来はマック食べてますね。すいません、3日前ぐらいに食べてますね。すいません。全然食べてました。サータンで白くて透明感すごいから、まばたきしたらもうそこにいないかもっていう感じの、やってみる？まばたきしたらいなくなるっていうギャグやってみる？なんかさ、ね、今ギャグって言ったか思い出したけどさ、昨日ね、あの舞台監督さんにね、まさか本当にギャグやると思わなかったって言われて、あ、多分私がなんかそういうダジャレが好きなことを知らないいいので、監督さんはそういうキャラだってことも多分知らないんですよ。なんかこんな感じだと多分思われてなくて、もっとなんか割となんか普通な子だと思われてるんですけど、急にギャグ言ったからなんか驚かれてしまいました。動物の森やったことないんですよね。そうなの？あ、みゆちゃんね。てかさ、もう本当にレゴランドに行きたくて。なんか言ってるの？みゆちゃん、これさらもうずっと言ってるんだけど、昨日も言って、もう言って、で、みゆちゃんの卒業祝い
行きたいからさ、その名前つけてるだけなんだけどさ、卒業祝いに行こうって言ったんだけど、いやなんかね、このなんでこんなに行けないかっていうと、先の予定が全くわからないんですよ。みんな先輩もそうなのかわかんないんですけど、本当になんか先いつオフかとかって前日まで本当にわからないから。でもさ、前もって買うじゃんチケットって。だからどうすればいいのかわかんなくてどうしようね。なんか行きたいけど、行きたいのにオフがいつかわからないから行けないんですよ。え、ない、え、そうなの。え、でも愛のホログラム私もまたきしてなかったでしょ。してなかったでしょ。ダジャレ滑って元気なくなってなかった。え、私なんか滑ったとかあんま思ってなくて、なんかあんま分かんないんですよね、滑ったとか分かんない、分かんないっていうか、なんか滑っても別に大丈夫なんですよ。なんか滑ったと思ってなくて、結構なんて言うんだろう、笑わせようと思ってダジャレ言ってるわけじゃなくて、あ、ごめんなさい、ここに情熱大陸って出ちゃうんだけど、ちょっと情熱大陸出ちゃうんだけど、なんか私にとってダジャレっていうのは人を笑わせるものじゃなくて自己満なんですよね。やばい、 BGM 流れてくる。自己満なんですよね、やっぱり。こう人を笑わせようと思って作ったダジャレっていうのは面白くない。自分が納得いくダジャレを作って声に出すことによってやっぱ世界が広がるっていうか。うん、そういうことなんだよね。はい、あー、やっぱりそうだよね。俺明日空いてるよ。サラも空いてるよ。ドールだった？イエーイ。聞こえたでしょ今ね、かっこいい、ありがとう。いやーちょっとね、え、めっちゃ深かったよ、語った今。はい、なんかそう、なんて言うんだろうな、なんかやっぱり私もちでも本当に自己満で、こう誰かに聞かせたくはあるんですけど、誰かの耳に入ればいい、よくて、それが面白いとかじゃないんですよ。なんかかっこいいって思ってしまう。そういうことなんですよ。はい、だからなんか昨日も別に滑ったと思ってなくて、結構上出来だったので私的には、なんかなんでみんなに伝わらないんだろうなって思ってしまっただけで、思い出してください皆さん、まあ掘り返すようで申し訳ないんですけど、ここは優しい人いな、それみやびちゃんのルームでも言ってたでしょ。口癖。なんか何言おうとしてたっけ。あ、そう昨日のダジャレについては本当に上出来なんですよ。な、想像してほしくて、皆さんにはちょっと想像力が足りない。想像してほしいんです。想像してみてください。ハンバーグプレートがあります、目の前に。そのハンバーグがの
ハンバーグの隣に置いてある、ハンバーグの隣に置いてあるご飯が爆発するんですよ。想像してください。めっちゃ面白いじゃん。え めちゃ面白いじゃん。え、面白くない。結構その場で考えました。結構焦りましたね。なんかもうなんていうんですか、横でトークしてる会話全く聞こえてないぐらいには焦ってましたね。はい、ね、コーミンなんかさ、すごいさっきの配信でさ、すごいさ、なんかさ、ハンバーグが、ハンバーグのご飯が爆発、え、どういうことってずっとさ言ってるからさ、そんなに言ったらさそんなに言ったらさ、なんかさ恥ずかしいよねそんなこすられるとね、ちょっと恥ずかしいからね、やめてちょっと思ってたよねあ、なるほどね。待って、びっくりドンキーまで言えばよかったんだ。ハンバーグのご飯が爆発でびっくりドンキーって言えばよかったんだ。ああ、なるほどね、そういうことか。そこまで言えばよかったんだ。あ、じゃあ誰かに言ってもらえばよかったんだ。みやびちゃんとかにびっくりドンキーって言ってもらえばよかったんだね。なるほどな、そこまでやればよかったんだな。そうだね。え、ご飯爆発です。ご飯の飯と爆発かかってますね急に言われて、あれ結構ね、いい方だったんじゃないんですかねって思いますね。で、そのアーカイブカットになるまでが面白いじゃないですかダメですけどねダメですけど、そのカットになるところまであったらちょっと面白かったなって思いますね。はい、今週のダジャレをいつか披露、今じゃない、今いいよ。こんばんは。テゼンで見たらサタの考えてる顔が可愛かった。そう、なんかね、サータン推しの人はみんなサラのこ、サラが困ってるの分かってるから、なんかね、結構後ろらへんの下手、違う、上手側の後ろらへんに座ってた方がね、サラのことめっちゃ見てくれって、大丈夫かなーって見てくれて嬉しかったですね。なんかこうみんなね、やっぱ話してるね、この方を見るんですけど、そんな中でサラのことを見てくれて心配してくれてて嬉しかったですね。エアコン間違えてかけてクーラークーラークーラー、星ありがとう、星ありがとう。ね、ね、上出来だよね。思ってた。考えてたね。ありがとう、お疲れ、マジマロありがとう。え、意味わかんなかったね。ならさ、クーラー間違えてかけてクーラークーラーだったらわかるけどさ、でもさね、考えてよ、だってさ、ね、ダメ出しタイム入るよ
エアコン間違えてかけて、クーラークーラーはさどこにもかかってないって。だからクーラー間違えてかけてって言うべきだったし、なんでクーラー間違えてかけたらクーラクラになるの？ということで直すとしたらですね、まあ、クーラーかけすぎてクーラーみたいなね、赤ペン先生入りました。そんなこと言ったらなんでご飯が爆発するの？わかるじゃないですか、ご飯はたまに爆発するでしょ。ご飯たまに爆発するよ。え、ご飯たまに爆発されるって、そんなんわかるじゃんね。たまに爆発するってご飯はね、わかるよ。ね、時々ね、ねえ、爆発するよね、ポップコーンみたいね、爆発するよ。はい、あの爆発するので、はい。まあダジャレっていうのがは奥が深いものなので、まあ正解ないですし、ダジャレにねえ時々あるよね、わかる、時々あるの、そういうものだよ。はい。はい。やば、もう1時間経ってる。で、1時間でやめようって思うのに、結局なんかやめようとしないのが私の悪いところです。はい。サタンバラエティーになる。高いか？高い？本当？チーズナンに入ってるのってチーズナン？当たり前じゃん。チーズだよ。チーズだよ、当たり前じゃん、チーズだよ。はい、ウエスメールしっかり送ってます、謎理論付き。私すぐ謎理論作っちゃうので、なるほどね、掛け合いのダジャレっていうのもあるんだ、最新だな。やっぱ最新のものってさ、やっぱね、どんどんでも自分のものにしていかないとダメですよね。え、ありがとうね、そうだね、そうだよね、ありがとう。ありがとう、多分そうだと思います、そうだと思う。なんかそれ理論的悪く言えばなんか結構めんどくさいタイプ。めんどくさいです、はい。将来こういうのがいいでしょ、よくないの？だってさ、例えばさ、まあ公園の私だとなんか結構なんていうの、なんかとっつきにくい感じらしいんですよ。でさ、ショールームもさあんな感じだったらさ結構さ嫌じゃない？どう？結構嫌じゃない？こんな感じじゃなかったらさ嫌じゃない？嫌じゃないかな、ね、全然クールでもいいですよ、クールでいきますか、逆に。あと30分、そうそうそう、
そこの違いがいいんじゃないかなと思ってますね。サダの白目が好きです。白目やったことありますっけ？え、なんか白目映ってましたか、どっかに。それでも目の普通に白目ですかね。横見てる眼差しの白目、ここ、え、これって目が動いてるんですか、それとも顔が動いてるんですか。ちょっと気持ち悪いけど、こんなこと聞くの。え、これってさ、これってさ、今さ、目は動いてない？目は同じ場所でさ、顔が動いてるだけ、それともさ、これってさ、目が動いてるのかな。え、怖い、なにこれ。え、目が動いてるのかな、これ。目が動いてますか？目は固定？固定されてるかな今。でもだってずっと画面見てるんですよ。ってことはさ、目は動いてなくてさ、顔が動いてる？めっちゃ滑らかだね。顔が動い、顔こんな綺麗に動くんだね。スルーって。痛くもないよ。すご。同じとこ見てる。自分見てるもん今ほぼ。すごい、すごいなね。哲学的ですね、はい。はい、私の昨日の愛のホログラムの反省点は、失ったの足ミスりましたね。なんかミスったっていうか、なんか汚くなってて、汚いっていうか、なんかあの思ってる形と違くて、ちょっとねムズムズしましたね。そうだね、視力いいから。あ、そう、振り向きのとこですね。なんかさ、あるじゃないですか、その形になるゲームみたいな、なんて言うんだろう、その形になるゲームあるじゃないですか。その形になるゲームあるじゃないですか、ポーズ合わせるゲームみたいな、めくちゃなんですよ。え、そう、その形にぴったり合わせるゲームあるじゃないですか。あ、通り抜けるやつでもいい。昨日はなかなかね、大丈夫だった、よかった。ちょっと危なかったけど、もう学んだ。同じところは間違えないよ。かっこいいでしょ。いや、本当に、とにかく体の形合わせるゲームみたいなのあるじゃないですか、よく。あれの感じなの、あれがぴったりはまんなかったみたいな、この気持ち悪さがすごい嫌で、本当に嫌です。嫌です、本当に嫌だ、本当
で、そこがそう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 、かかっちゃう。かきれなとのあっち向いてファイがわちゃわちゃしてて好き。え、多分さ、かきれなさ、あ、かきれなって初めて言ったかも今。レナさ、あの多分間違ってるんですよね、あっち向いてホイのルール。多分あれ私が勝ちなんですけど、 なんか喜んでてってなるんですけど、毎回なんか勝手に勝たれてしまうので、おいってなりましたね。はいはいはい、うん、なんかダンスって音ゲーみたいじゃないですか。決まったらグッドみたいな、なんか私の中でダンスがちょうどいい形に決まるとなんかグッドみたいな、で、なんていうの、なんかさ、音ゲーってさグッドとか出るじゃん、パーフェクトとか、パーフェクトなんですよ、そのパーフェクトなんですよ。それでコンボしていかないと気持ち悪いんですけど、なんか昨日はあそこで、あの太鼓の達人でいうあのフでしたっけ、フになってしまって、はぁーってなりました。え、そう、レナね、そうなんだよね、いつもなんかな、え、そうだよね、レナ、なんで喜ぶんだろうってレナなんか勝手に喜んでるので、ってなりますね。あ、そう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 、パーフェクト、グッド、そういう、え、そう、だからフルコンした時のもう本当にそれがいいのに、そんな感覚で踊ってたのか。え、最近その感覚で踊ると楽しいことに気づいて、私音ゲー好きなんですよ、結構やるので。あ、もうやってないんですけど、そのゲームを禁止にしてる気持ちをダンスでやればもっと楽しめるんじゃないかと思って。だから女の子の第6巻の感想も、てててててるてたーのところもパーフェクトパーフェクトパーフェクトってなってます。でな、そういう気持ちでやってますね。はい、いや本当に、はい、そういう感じで やってますね。はい、あー、そう、ダウトとかめっちゃいいよ。皆さんもぜひダウト振りコピーしてやってみてください。ダウトダウトダウトがもうパーフェクト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 なんですよ。しかもそのパーフェクトの音が、私私がやってた音ゲーはタンバリンの音に設定してたんですよ。だからもうそれがもう聞こえてくる、タンバリンの音が。あと、ありがとう。もうすごくねいいんですよ、本当に面白いよ、そうやってやると。でもそうやってやるとミス減る気がするな。うん、でもなんか私結構なんか前回昨日じゃなくて前回、なんかすっごいなんかわけもわからないところで間違えたんですね。だから急にやってくるんですよ、そういう日が。練習量はいつもまあ大抵一定なんですけど、急に間違えちゃう日があって、だから今度からはちゃんとね、そのタンバリンの音に合わせてやろうと思いますね。
お仕事頑張ってください。なんだろうね、なんでだろうね、本当になんでだろう。でもそういうのって本当に急に来るんですよね。だからびっくりしちゃうんですよ。え、てかもう私はもう YouTube やりたい、 YouTube やりたいです。もう永遠に言ってるよね、 YouTube やりたい。3年以内にやり始めたいです。 YouTube がやりたい。それまでチャンネル言い続けよう。もうチャンネルをゴリ押ししてって OK もらおう。ママ。YouTube やりたい。ものやりたい。YouTube やりたい。こんばんは。サラちゃん動画編集が好きです。確かに。ね、ショールームやってればいいじゃん。編集したいんですよって言えばいいのかな。え、だってなんか多分配信とかだとさ、お料理配信とかできないけど、編集できたら全然やるよね。好感を頼しそうとか言われてる。タンバリンの音すぐパーフェクト出てくる。あずありがとう、あずもありがとうございます。ちょっと早めに考えとこう今日のお題を。何当てよっかな。やったことある習い事当てたいと思います。今日あだったら投票お願いします。投票待ってます。投票。習い事なら結構いろんな人がなんかいろんなことやってそうだから、まあ、塾はちょっとみんな行ってそうだから、塾の机のだからちょっとなしにして、変更してやだ、なしにして、普通に塾以外で考えたいと思います。はい、え、一番長く続いてたものじゃない。うん、それは甘えだよ。甘えだよそれは。子供チャレンジ、何ですかそのチャレンジ。何チャレンジだろう。なんかやるの、子供となんか遊ぶの。一番習い事じゃないです。え、すごっ、入れ替わって壇上めっちゃサンタになった。あチャレンジ1年生ですね。わかるよ、わかるわかる、コラショのやつでしょ。なんかコラショの、ね、私、うわーね、待って、この話
したい。コラショってあれ？しまじろう？あ、しまじろう？しまじろうも見てた。しまじろうで一番よく覚えてるのは、雲の作られ、雲は何の成分でできてるかみたいなやつよく覚えてますね。結婚して嫌だ。え、コラショは、でコラショの話なんですけど、なんかコラショのランドセルのキャラクターがいるんですけど、あ、そうなの？幼稚園までが島次郎で、小学校からコラショなんだ。あ、だからコラショってランドセルなんだ。あ、そういうこと？じゃあ全部チャレンジなんだ。合ってるんだ。間違ってたんじゃないのか。よかった。なんかなんだっけ、そうコラショの、なんかね、コラショと男の子がいるんですけど、そのなんか宇宙みたいなところを電車宇宙電車みたいなのに乗ってる、なんか卒業編みたいな DVD、 誰か知らないですか？誰か知りませんか？なんか卒業編みたいな、人生で初めて感動して泣いたのがそのコラショの卒業 DVD みたいな、卒業なんちゃらなんですけど、でも思い出せなくて何変か。でも絶対ジェネギャだよねこれ。あ、そう、卒業編があるんですけど、人生でこう初めて何かを見て泣くっていう経験を初めてしましたね、コラショの卒業編で初めて。まあそれ以来映画で泣いたことはないんですけど、そうだから私を唯一泣かせた作品なんですよ私を唯一泣かせたのがそのコラショの卒業編なんですよ。なんかみんなが歌ってたりしても素晴らしい作品でしたね。あれは見たいんですけどどれだか忘れちゃってっていう。そう、コラショですね。ドラえもん率高いね。ドラえもんあんま映画見たことないかも。 2,3 個かな、2個ぐらい。恐竜のやつは見たことある。すごい作品だよね、よく考えたら。そうだよ。あ、ありがとう。僕はサーダの配信を見て可愛すぎて毎日泣いた。まあその初恋っていうのはね、なんかそういうものだからね多分知らないけど多分エゴして嫌だ、エゴして嫌だ。こんばんは。ということで男女読んでいきます。1位が男の子だね、女の子だね、ありがとうございます。では13位の人から過去にやってた習い事を当てていきます。当てた人は素直に名乗ってティーンズユニット投票ご協力よろしくお願いします。13位、サッカー。12位、バスケ。11位、習い事って難しいな。でもなんか大体サッカーって言ってたらなんかやってそうな感じかな。サッカーみんなやったことあるんじゃないかなって思ってるんだけど。10位、サッカー。9位、サッカー。8位、サッカー。やってるでしょみんな7位、変わったんだけど。もう一回いく。7位がカエルさんになったね。もう一回いこうか。13位、12位は言ったね。11位、ピアノ。合ってるんじゃないこれ、合ってるんじゃない。10位、バレーボールとか。
頃習う、やっぱサッカーじゃないサッカーなんじゃない。なんか結局さ、なんか男の子ってみんなサッカー習ってたんじゃない。ヒューイもサッカーでしょ。ハチも、ハチ言ったっけ、サッカーって言ったっけ、バスケって言ったっけ。6位サッカー5位サッカー4位サッカー、あみんなサッカーになっちゃうえでもさ、みんな絶対サッカー習ってたって。3位、うわー、勝手なイメージだと剣道、柔道あたりだと思うな。剣道、柔道、どっちか2位、もうサッカーじゃない。どうだ、来た、どうだどうだどうだ。そうですよ、サッカー部マネージャーでした。あー、エレクトーンはピアノだよねえ、なんかみんなサッカーやってるよね、多分。いや、少林寺拳法は分からん、分からんわ。え、待って、ヒント見てなかったです。そしたら、じゃあスポーツとは限らないって言ってるってことは文化系だからピアノじゃあなんか習い事のなんか知ってるレパートリーがちょっと少なかったって。うわ、水泳あるね。わ、全部水泳って言っとけばよかった。確かに習い事じゃなくてサッカーって部活なのか。いや、でも習い事だよね、部活も。うん、ね、はあ、なるほどね。わあ、なるほどね。はあ、確かに全員水泳って言っとけばよかったかもしれないな。すごっ、じゃあ当たってる当たってるから投票お願いします。皆さんお願いします。いっぱい喋ってくれる配信は楽しいよ。え、ありがとうありがとうね。エモチャンネルだった。エモエモチャンネル、本日のエモエモチャンネル以上となりますね。よかった、楽しいって言ってくれてよかった。なんか話題がさ、こう あっちこっち行くからさ、聞いてる方疲れちゃうかなと思ってたけど、何言ったさだ、もうもうね、オッケーオッケー、もうね、もずくのもうね。いや、本当にね、本日もね、ありがとうございますありがとうございます。はい、癒しってありがとうございます。ありがとうございます。バイバイ、バイバイ、じゃあね、じゃあね、じゃあね、バイバイ。